はい、こんにちは。ドラッカコンサルタントの村瀬康介です。今回もですね、プロフェッショナルセールス、ナンバーワンセールスのこの柚木さんに学ぶプロフェッショナルセールスの心得、それプロフェッショナルセールスになれるような実際のメソッド、この実際体験してきたメソッドをですね、力というかお話しいただいてるんですね。私も非常にこれ影響を受けてましてね、人生が変わる営業講座じゃないかなと思ってます。営業とのみならずこの人生観まで変わってしまうような、ぜひ経営者の方、営業パーソンの方、ぜひこれご参考にですね、力強くパワフルに駆け上がっていただきたいんですけど、今回のテーマはですね、プロフェッショナルセールスになるためのセールスの構造といったことについて、柚木さんに体系的にお話しいただきます。それでは柚木さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは、セールスの構造というテーマで、今回お話しさせていただきたいと思います。まずですね、セールスというのはここです。信頼とニーズと、この2つの軸でできていると思ってください。まずですね、信頼とニーズ、まず出会ったばかりの時ですね、一番最初にこう見込み客候補というかお客さんと出会った時、最初のアポイントの時でもいいですけど、信頼もニーズもその時点で一番低い状態にいると思ってください。でこれをこう高めていくっていうことがポイントになっていくわけですけど、じゃあ信頼だけが抜群にあると、ニーズは全然ないと、じゃあこの状態で物は売れるのかと、サービスは受けてもらえるのかと、買ってもらえるのかということを皆さんにちょっと考えていただきたいんですけど、どうでしょうか。これはですね、ニーズがないんで物は売れないんじゃないですかっていうのが一つの答えなんですけど、実は物が売れます。なんでかというと、信頼があるから、あなたが言うなら買いますよっていうのがあるからです。あなたが言うなら買いますよっていうのは、これは何かというとお付き合いですね。でお付き合いで売れるわけです。買っていただけるわけです。ただお付き合いで買った時に、自分のなんていうのかな、懐具合が痛まない程度の買い物になるのがほとんどです。このぐらいならいいよっていう、これ以上は無理だよっていうふうになります。そもそもニーズはないですから。ですから単価は低くなりますね。ここで販売してるとこうなります。そしてじゃあここだとどうでしょうか。ニーズは抜群にあると、そして信頼が劇的に低いっていう、この状態です。ここで販売した場合、もちろんニーズがあるんで、買っていただけるんですが、信頼がないので、もっといいところがあったらとか、もっと安いところがあったらっていうふうにお客さんは言ってしまいます。そして買っていただいたお客様も、信頼を しているわけじゃないので、自分のキーパーソンになってくれて、味方になってくれるってことはありません。つまりここはですね、いつも競争にさらされていて、疲弊していくと。で、顧客は味方にはならないと。それがここですね。ではここだったらどうでしょうか。信頼とニーズがマックスの状態、ここで販売するとどうなるか。ここはですね、まず信頼がありますから、提案したことをそのまま相手も聞いてくれる、耳が開いてます。そしてニーズも出てますから、自分がこう前に進んでいくためにこう必要なものだっていうふうに映ってくると、もちろんそれに必要なお金を払おうっていうことをになってきますから、単価がアップするわけです。皆さんが提案したいものが提案できるようになるっていうのと、あとは買っていただいた顧客が味方になってくれて、紹介をくださると。ですから仕事をやればやるほど楽な状態になっていくっていうのはこのゾーンですね。でですね、営業力道場っていうのは何やってるのかっていうと、実はここの最短距離を作りましょうっていうふうにやってるわけです。皆さんがプロセールスであろうとしたときに、ここで販売をしたいわけですよね。ここにたどり着きたいと。で、ここになってくるポイントは、一つにはセールスプロセスというものをしっかり抑えるということ。そしてプロにアドリブはないということで、しっかりと再現性のあるトークスクリプトを作って、それが実際にできるというところまでトレーニングするということですね。今の話の中にもちょっとありましたけど、再現性があるとか、
実際に頭で分かってるだけじゃ何の成果も見ませんから、できるようになるっていうのはこのロールプレイングをするということです。これをこう徹底的にやることによって、顧客と出会って最短距離でここに行くことができます。ポイントは、信頼とニーズが今自分がどの位置にいるんだろうかと常に頭の中で考えてみてください。でこれを最短距離を進んでいくために抑えるべきはセールスプロセス、プロにアドリブはないということ、あとスクリプト作成、トークスクリプト、そしてロールプレイングを絶えずやるというところになってきます。皆さんもポイントを抑えて、顧客に本当に喜んでいただけて、自分も幸せになれるような、そんな営業力を身につけていただけたらなと思っております。今日はここまでです。ありがとうございました。